皆さん、地球上で最大の生き物はキノコだということを知っていましたか？いやいや、クジラかセコイアのような大きな木でしょうと思った人もいるかもしれません。しかし面積を見ると最大の単一生物はオニナラタケ、もしくはハニーマッシュルームと呼ばれる菌糸体の一種であることがわかります。このキノコはオレゴン州のマラー国立森林公園で見つけることができ、8平方キロメートルにわたって伸びています。この生物は最大であるとともに最古の生物であると考えられており、推定年齢は約8000歳です。一部の科学者はキノコにも知性があると信じています。とは言っても感情はなく考えることはできません。しかし世界で最も複雑で大規模なコミュニケーションシステムを持っています。例えばセミリアは情報を収集して近くのキノコに転送することができます。伝える情報は様々で、厳しい気象条件を乗り切る方法、植物の病気と戦う方法、免疫システムを発達させる方法、さらには周囲に自然の危険があるかどうかなど、また必要に応じてつながり合った植物に重要な栄養素を運ぶある種の輸送サービスもあります。では地球上で最も奇妙で有用なキノコをいくつか見てみましょう。まずはあの有名なキクラゲ。古代アジアの医学はこの菌を何百年も使用してきました。呼吸が楽になり喉の痛みが和らぐと言われています。このすごい真菌に関する最近の研究を見ると、それはあながち間違いとは言えないのです。キクラゲには免疫系に驚異的な働きをすることが知られている分子の一種、ベータグルカンが含まれています。食用で世界中のあらゆる料理に使われています。それ自体に風味はあまりありませんが、コリコリとした歯ごたえがあり、料理の風味を吸収してくれます。今度スープやサラダに歯ごたえを加えたい時にはキクラゲを入れてみてはいかがでしょうか。次にご紹介したい菌類は北米全土で見られるロブスターマッシュルーム。このキノコの最盛期は晩夏から10月です。しかしこれって本当にキノコなのでしょうか。名前からしてそう思いますよね。実際には他のキノコにつながって完全に覆う寄生カビです。このカビは宿主の外観を変え、赤いロブスターの尾のように見せます。しかも美味しいんです。ロブスターの尻尾に似ているだけでなく味も似ています。ほとんどのベジタリアンレシピではロブスターロールの代わりにこの植物が使用されます。ピーナッツバターブロッサムクッキーのような見た目をしたキノコ、袋土柿は星形の帽子とスカートを着ているような見かけの奇妙なキノコです。食欲をそする外観に騙されてはいけません。実際にはとても苦く、ほとんど食べることができないんです。臭いケージとも呼ばれているバスケットファンガスは中が空洞になっており、立体的な形をしているため簡単に見つけることができます。オーストラリアやニュージーランドだけではなく、南アフリカやチリでもよく見つかるキノコです。匂いはあまり良くないのですが、毒は全くありません。また食べることも可能です。とは言っても、炒め物に追加するなんてさすがに想像できませんよね。ウェイビーキャップスと呼ばれるキノコも興味深く、見た目はもちろん触ると青みがかります。主に太平洋岸北西部で見つかりますが、ヨーロッパとアジアの一部にも生えています。このキノコは特定の領域に達するとどんどん広がります。イギリスにあるとある集合体には約10万の個体が含まれていると推定されているんです。料理に関連付けられた名前が付けられているキノコはたくさんあります。例えばザ・フライド・チキン・オブ・ザ・ウッズという名のキノコ、訳すると森の唐揚げです。チキンという言葉が名前に含まれているキノコは他にもチキン・オブ・ザ・ウッズやヘン・オブ・ザ・ウッズなどもあります。ザ・フライド・チキン・オブ・ザ・ウッズは小さくて茶色いです。また味が本物の鶏肉に似ているかというと、議論の余地があります。このキノコと他の毒キノコを区別するのは非常に難しいので、食べない方が無難ですね。ベジタリアンのディナーにおすすめなのはいとこキノコのチキン・オブ・ザ・ウッズです。とても美味しいですよ。次のキノコはライオンの山伏タケ、もしくはライオンのたてがみとして知られていますが、他にもアゴヒゲハリタケ、ハリネズミタケ、さらにはアゴヒゲハリネズミタケとも呼ばれています。
名前が奇妙な理由は糸のような外観をしているから。これらの糸はキノコが一箇所から出て落ちてくる針でモップのように見えます。通常白くて丸みを帯びています。ヒドネルムペッキーはかなりの論争を引き起こしています。美味しそうに見えるという人もいれば気持ち悪いという人もいます。写真を見るとその理由がよくわかるはず。毛穴のようなものから奇妙な赤みを帯びた物質が出ているんです。ただしそのように見えるのは若い個体だけ。成長すると見た目が普通っぽくなり灰色または茶色に変わります。北米、ヨーロッパ、アジアの一部の地域で見つかり、有毒ではなく他の多くのキノコと同じように食べることができます。しかし味はとてつもなく苦いです。注目を集めるのが好きなキノコといえばキヌガサタケがあります。スライム状のものに覆われた傘がお見事。この物質を使ってハエなどを引き寄せ、昆虫はキノコの胞子を持って飛び去ります。見た目は上品で、その上とても美味しいんです。アジアの高級料理、例えば炒め物やチキンスープのレシピによく使われており、タンパク質と炭水化物が豊富に含まれています。次は特別なキノコを見ていきましょう。なんと暗闇で光るキノコ。これは生物発光と呼ばれている現象で、陸と比べ海に住む生物や魚はこの特性を持つ可能性が高いです。なんと水生生物の4分の3は光を生成します。そしてそのような生き物はほぼどこでも見ることができます。水面近くはもちろん、深さ 4km の深海まで。生物発光は生物が自ら光を発する能力です。一体どのような仕組みなのでしょうか。科学が大きく関わっています。フランスの生物学者は1887年にこの現象を初めて発見しました。彼は生物がルシフェリンとルシフェラーゼと呼ばれる2つの化学物質を使用していることに気づきました。これら2つの間に酸素を少し加えるとピカッと光が現れます。生物発光するキノコは周囲の温度が約27度になると鮮やかな緑色の光を放ちますが、約1日しか続きません。時間が経つと光は人間の目で検出できなくなるほど鈍くなります。これらの菌類はアジアや太平洋地域などの熱帯や亜熱帯地域にいます。ターキーテールマッシュルームの見た目はおそらく皆さんが想像している通りでしょう。しかし名前の由来よりもさらに複雑です。これらのキノコはサビ茶色、灰色、黒など様々な色を誇っています。しかしキノコが生えている場所や年齢によって色が異なる場合があります。青々とした緑と銅の輪があり、虹色の貝殻のように見えるものもあるんです。シャグマアミガサタケはどのような見た目をしているのでしょうか。英語ではブレインマッシュルームと呼ばれていますが、名前の通り外観はまるで脳みそです。主に英国とアイルランドにありますが、ヨーロッパの他の地域や北米でも見られることがあります。恐ろしい見た目にたがわず、このキノコは有毒で食べてはいけません。この青と紫のキノコはラクタリウスインディゴと呼ばれています。藍色のミルクが出てきますが、実はこれはラテックスなんです。真菌が切られたり壊れたりするたびにこの物質がにじみ出るのがわかります。北アメリカ東部、東アジア、中央アメリカの森林に生息していて、色相から年齢を判断することができます。体が青いほど個体は若くなります。このキノコも食べられますが、新鮮なうちに調理しなければなりません。